皆さんどうもママドルです。さあ元気いっぱいですけど、はい、主婦でもある姉さんなんですけれども、はい、疲れてる時や時間がない時ってどんな料理を作る？もう一番パッて今思い出したのがやっぱり目玉焼きとか、うん、卵焼き、うん、あとお椀に、おつゆのお味噌汁のお椀に鰹節を入れて生姜とかを絞ってでお湯を刺すわけで、味噌を小さじ1杯溶いて冷凍ネギとかあればもうそれ入れれば、沖縄ではカチューユーって言って、はい、風邪をひいた時とか食欲がない時とかに食べるスープがあるんですけど、この一杯のお椀でできる、それ作りますかね。栄養たっぷりですね。どうでしょう、はいはい、私が聞きたい答えと全く違いましたけれども山芋って方もいらっしゃるんですよ、数多く。疲れている時とか、そう、滋養強壮に効くようなイメージだから、そうするか千切りだけだから、そっか、そう、山芋はスタミナ食と言われております、はい、その理由の一つ、アミラーゼという消化酵素の働きにあるんですね。アミラーゼ、はい、糖質を分解してエネルギー代謝がアップすることからスタミナがつくと言われてるんです。なるほどね。ということはやっぱり日頃から食べた方がいいわね。そうね、だって毎日元気でいたいじゃん。さらにもう一つ、はい、元気な奥様にも朗報。何？旦那さんにたくさん食べていただくのよ。なんでスタミナ食。なんでそういういやらしそうな言い方するんですかね。ね、いやもう子供も大人もおじいちゃん、はい、おばあちゃんみんな召し上がっていただきたい、はい、山芋。じゃあ今日は山芋を使ったごちそうを、はい、白崎さんに作ってもらうわけですね。そうですよ、白崎さん教えていただくわけですね。そうですよ、作るのは私たちだから。私たち作ってないしなんやかんや作らないといけないから ね、本当にね。あと手冷たいわね今日。なんかさ、何言った、5月冷えよ。ちょっとびっくりした今手触って、私の分まであなたに食べてほしいですから。スタミナ食、さあ私のスタミナ食教えましょう。ラードで炊いたご飯いきましょう。今日これないですからね。この番組は皆さんに幸せのレシピを紹介するお料理番組です。ごちそうライフ3ということで、タレントでおもてなしマスターの白崎仁さんです。はい、どうも。龍ヶ崎のおばあちゃん、おじいちゃん見てる。なになになに、どういう人、中の龍ヶ崎で応援してくれてるおばあちゃん見てるから。やだ、龍ヶ崎のおばあちゃん。龍ヶ崎ってどこかがわからない。あら、茨城、茨城県ね。茨城、はい、ありがとうございます。ちょっと声も入れてこうかな。あ、いいですね。結構ね、SNS でダイレクトメールでね、みんなね、あ、いいですね、どこでも応援してるって言ってくれる。そうだよ、もう今いろんな県でも見れますから ね、はい、ぜひ全国の皆さんは、ね、その後 YouTube でも、はいはい、声を発してください。世界のはね、はい、だからジェイソンさんだったりね、ジャスミンさんだったりが見てるわけよ。そういう世界中の人が見てる可能性ありますからね。絶対言うよ。ハロー、 男でしょそれ。ハロー、本数の男の名前僕今男の。ジャスミンは女性か。ね、はい、可愛い感じで、はい、なんかね、そんな感じ、もう世界の言葉でいける。ニーハオ、はい、そんな感じでいきたいと思います。はい、さあ、今日はですね、山芋を使った料理。そうでございます。はい、今日はですね、はい、火使いません。は？火を使わない。はい。明太子と山芋を使います。作ります。丼。丼。明太子と山芋やっぱ相性いいし、なんかいい感じ。あとね、やっぱりね、ちょっと疲れてる時ね、滋養強壮。ああ、やっぱり出ましたね、滋養強壮ね。そうなんです、はい、それともう一発はこれを作って、はい、じゃじゃん、はい、はい、なんと、うん、豆苗と韓国海苔のナムル、うん、美味しそう。めちゃめちゃナムルってこのラー油とか、はい、ごま油で合わせて。で今日 ね、もうぶっちゃけて言っちゃうと、はい、これね、今日豆苗さんを使うんですけど、はい、豆苗以外でもこのレシピでやってくれれば何でもほぼある。いわゆるじゃあほうれん草でも人参でも何でも。ただ今回はすごいのは、豆苗って皆さん意外に知らない、生で食えますからね。ちゃんと知ってる、知ってますね。サラダでいただいたことあります、はい、でこの、ね、もうここに豆がこんだけありますから、もう栄養価すごいんですよ。すごいよね、これ豆苗の豆が、この種がね、火使わずに栄養を取ってしまおうということでございます。わ、はい、かりました。はい、行きましょう。それで行きましょう。はい、はい、レッツクッキング。やりましょう、やりましょう。じゃあね、先にご飯冷めちゃうの嫌だから豆苗からいきます。じゃあ豆苗切るだけ、まずはね、合わせタレを作ってもで、合わせタレ作りましょうか。じゃあ作りましょうか、はい、もうこんだけです。もうこれ、これ合わせるだけ。ごめんね、入っちゃいますよ、はい、ここ入っちゃいますよ。これラー油、入れちゃってください。もうラー油、
はい、それはね、それごま油、ね、あ、これごま油、うん、はい、はい、大さじ1です、はい、醤油は大さじ2と2分の1、はい、2分の1ですね、うん、で、これは塩、はい、塩、砂糖です、砂糖だ、砂糖、小さじ2分の1、はい、結構ね、韓国料理って皆さん覚えててくださいね、砂糖すごい入りますで、ごまいっちゃいます、はい、いっちゃいましょうもん、はい、でね、で、あとはガーリックパウダーとラー油で自分のお好みの辛さと、はい、フレンチ、ガーリックパウダー、ガーリックパウダー多めが美味しい、はい、です、多めが美味しい、ちなみに2人前という設定で OK、 OK、 あ、もうちょいかな、もうちょい、まあ、好き好きで、OK、疲れてる時、急いでいる時の、なんで今日は今トールさんが言ってくれた、はい、そのガーリックパウダーとラー油以外はもうこのレシピでやってください、はい、そうするともう黄金比なんで、あ、なるほど、それであと辛さはもう自分でラー油で、辛みが良ければ多めだし、調味料を先に作るってところにポイントがあるらしいと、うん、そうです、なぜかムラがない、もう簡単ですね、ムラがない、ムラがないというところですよ、ほんとパッパッパって作れる調味料ですね、はい、ムラ、はい、なくこうやって混ぜ合わせておくことがポイント、はい、2人にあんまり言いたくないんですけど、はい、あれ知ってます、はい、何、意外に、いや、どうした、え、どうしたどうした、何ね、僕一生懸命今喋ってるでしょ、はい、これ、ね、尺が持たないのよ、今日大人の事情を話すると、なるほどね、そう、火を使わないから、うん、早いから、はい、うん、会えるだけだから、あとはスタッフから心配されてるのが、はい、ね、時間があまり過ぎると2人が歌いすぎるっていう、はい、ね、私今日ね、今日いいの、歌わなくていいの歌の時間はないの、ピンク、んピンクを着てきたから、ピンク、ピンク、ピンク、爽やかで、うちら白とピンクでね、はい、でピンクの、ピンクが歌詞に出てくる歌ってなーにって聞いたかったの、ピンク、ピンク、ピンクのモーツァルト、絶対言うと思って、ね、感じてる、本当いつも二人が歌うんだけど全然わかんない、わかんない、ピンクのモーツァルト、ヒットチャート1位、松田聖子さんですよ、だから歌わないで、本当にブレるから、歌いたいの、ピンク、ピンク、ピンクの歌、ピンクの歌、ピンクが出てくる歌、僕だから例えばほら、あの X のヒデさんのピンクスパイダーとか、わー、また裏と表違う ね、みたいなが、おいしい、おいしい、完璧、おいしい、おいしそうね、やっぱジンさん黄金比知ってるな、おいしい、これ、え、じゃあ黄金比だとこれ、対にするとどれぐらい、何が、対1対何とかとか、またそういう難しいこと言うの、せっかくここまで出してるの、これ以上言うやつだよ、ここまで出してるの、何がこれはですね、ラー油15滴で終わった時のための、ラー油2滴しか入れない、15滴も入れる、余計なおしゃべりでございますので、ラー油、ラー油ご容赦ください、黄金比っていうからさ、なんかちょっと、あー、OK だね、黄金比っていうから、なんか、そう、これぐらい、どれぐらいかなと思って、これぐらい、これぐらい、1対1対とかあるじゃないか、うんうん、でも、トロさん何もやってないから、切る、切る、ここで切る、どっからどこまで、ここ、おま、豆があるのね、はい、まあもったいない、これお家持って帰ろうかしら、どれ下、すごいね、このこれほらほら見てみなさい、ほらほんとね、もやしでもいいしね、うん、そう、これこれもね、でね、これ二度蒸したくなるでしょ、はい、しない、しない、え、こういう長いまま、そうそう、長いまま、まあ、あ、しなるからさすが、これみ、なもうキッチンバサミ使うの、これ見てみ、水入れて、こうやって置いてね、こうやって置いてて、ここに置いてきたらずっとまた伸びてきて、はい、またカットして、ちょっと色は、薄めになっちゃうけど、うん、でもやってみて、やってみて、ほらこれ本当でも伸びてきますよね、豆苗、さあこれは、はい、うん、豆苗さんはどうしましょう、ゆすがないの豆苗、いや、もう洗ってありますか、大丈夫、あ、大丈夫、そのまま、はい、いきます、入っちゃいます、長いまま、うん、ね、楽でしょ、こんな少ないタレで、うわ、いい香りが吹いてきた、うんうん、豆苗はいいよね、あ、そうそうそう、あの、ほら、プロデュースしてる僕お店あるでしょ、はいはい、そこにね、最近ね、なんかね、わかんないけど、あの、クレヨンしんちゃん僕出たことがあって、映画、その影響で子供たちが会いに来るようになって、何それ、不思議に、あの、すみません、あの、クレヨンしんちゃんの夢見ワールドというね、うん、映画の中で僕、白崎仁役で、しんちゃんのお母さん、ミサエさん、はい、ミサエさんの夢に出てくる憧れの男として出てますんで、マジ、白崎仁役で、白崎仁がアフレコさんの、それ見たことあるかも、私、本当、これ何前だよね、ね、2、3年前、2、3年前か、あ、そう、じゃあ見てないや、見たい見たい、待ってくれ、ミサピョンって言ってるから、私、しんちゃんになってほしい、欲しい半分出して、なんで白崎さんにしんちゃんじゃなくて、仁さんで、仁ちゃんで、仁ちゃん、仁ちゃんだよって言って、なんか見てたお尻でクリーム割って、今日調子悪い、今日調子悪い、大丈夫、ちょっと皆さん見てください、そう、おしゃべりしながら混ぜてたら、うん、しなってきましたね、さあ染みてきてますよ、これ味が、それでもう持っちゃうの、え、終わり終わり、もうそのまま、これでいいわけ、味見、じゃあお姉さん1本食べてみ、絶対美味しい、これ
すっごいこっちまで放置プレイよ。いや、美味しい。美味しいよね。これね、だからちょっとね、時間置いた方がね、これぐらいで。そうだよ、しな、もっと染みてくるはず。おいしい。豆苗って生で食べれるって皆さん本当覚えててくださいね。なんで、あ、そうそう、何を言いたいかというと、そのね、お子様たちが、ちょっと聞いて、聞いて。ドカ弁でほら。ね、すごいクロストークね。聞いてよ。お子様たちがさ、それで聞いてくれてさ、ちょっと聞いてる？ねえねえねえ、渋滞してんだけど。なんだっけ、聞いてる僕の話ね。ねえ、これちょっとこれもコツよ。分かってる、僕がこうやって回しながらドカベンって。知ってる、知ってる。そうじゃない、ちょっと聞いて、もういわき。いわきじゃない、いわき、え、こうやってね、あ、うんだって。あ、いわき、大人の方がこうやって斜めにこう回しながらやると、きれい、きれい、見て。で、あとでちょっとインサートの関係でここに韓国のりをかけると、パリパリっとね、今かけちゃうと気になっちゃうからね。はい、次、はい、1品目できました。はい、次やりましょう。山芋、はい、素敵でございます。山芋丼ですよ。はい、やってください。皮をそぎ、うん、まずね、じゃあピーラーで。そうそう、おっと、滑った、もう、うん、まあ、ぬるぬるはね、あの、痒くなる人とかいますよね。ね、山芋ね、うん、そうそうそう、半分に切って、気をつけていきましょうね。フリーザーパックに入れて、うん、叩く。そう、まあ、叩くとちょっとなんかね、うん、あの、すりおろしたのとは違う食感がね。やっぱり叩くいいね、うん、叩く美味しい、ね、叩いたの、あの、ちょっと大きめで歯ごたえがあって、うん、チュルンっていう中に歯ごたえがある山芋好き。ほら、山かけでさ、うん、あのマグロ入ってるやつあるんじゃない、居酒屋さんで。俺ね、僕ちょっと一個だけちっちゃいこと言っていい？うん、いいよ。あのね、うん、あれってさ、こうすりおろしてるじゃない、うん、あれマグロと馴染みいいと思います、あれ。あ、うん、うん、あのね、食べる時に、はいはい、マグロを掴んだ瞬間、はい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 、山芋はいない。そういうこと。ちょっとぬめりはあるけど、うん、マグロ取ったけども、うん、山芋は別、結局ううジュルジュルっていくか、なるでしょ、なっちゃう。だからね、そういう細かいことをね、僕ね、あの、居酒屋でご飯食べてても一人でくちゃくちゃってね考えるから多分結婚できてないんだと思う。あらー、自爆。本当にそう思う、まあ、なるほどね。潮崎仁の夢募集です渋谷区でなら OK です。大丈夫です、大丈夫、大丈夫、間に合ってます、そこは、そこ間に合ってます。あ、那覇市も OK なはず、はい、那覇も。あ、お姉さん、そうそう、お姉さん、違うのよ、はい、違うのよ、違うの。卵黄、卵黄、卵黄、白身、はい、白身、はい、了解、お願いします。卵黄、卵黄、はい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 、はい、よいしょ、そこに卵白を落として、よいしょ、はい、あの、たまにはこうじっくりやるってもいいですよね、じっくり、丁寧にね、丁寧に。どうですか、はい、いいですよ、大丈夫ですか、置いてください、素晴らしいですね、はい、はい、よいしょ、そして、はい、これは都合よくいった、うん、私は潰し始めますが、はい、どう潰す好きですか、ちょっと違うと思います、これの使い方が。こうやっていかないでしょ、こうでしょ、卵黄で分けます。今どうしました、こうじゃないのか、今なんでこういくの、こういっていかない、いかない、叩くだから、こう、いや、叩くってそうでしょ。そう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 。そして、なんか叩きすぎないポイントが白崎さんにあるらしい。もうね、食感がいい、もうシンプル。そうだよ、あの、塊がないと意味がないよね。美味しくないよ。さっき話した話がなくなっちゃうじゃん。山芋さ、これぐらいまで叩いてくるとさ、勝手に粘りがある部分こう出てくるじゃん。出てね、こうね、もうここ出てくるじゃん、うん、これをあの食べた時にこれぐらいが美味しいかなってこうやって叩くの。これぐらいでいいんじゃない、まあ、よし、ほら、いいじゃん、反対反対、うん、こっち、もう一個、簡単だな、いいですね、そうそうそう、今日簡単なの、あ、いいんじゃないかしら、これぐらい、これぐらい、じゃ あ, あのイメージするのよ、大事なの、料理は口に、これをご飯にかけた時に口に当たりがいいかなって、こう食感が、人間、食べてる時に美味しさって ほぼ6割から7割って食感ですから、まあですって、このポイントでございます。意外に大事なんです、この当たり前のことをちゃんと言う料理番組、大事ね、そう、まあ他の番組は、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいと思う、ね、見せて、こういう感じ、こういう感じ、うん、ちょっと形がね、ありの、どうですか、そう、はい、料理は何が楽しいかというと、自分が口にした時に、あ、こう混ざった時に美味しいってね。そう感じなきゃいけない。え、で、明太子はどうするの、はい、半分にここに筋入れて開いて、もうスプーンで取っちゃおう、取っちゃおう、あら、さっき、うん、お姉さん、あの、きゅうりの千切り細めと大葉の千切り、はい、細め、ピューラーで、うん、
ピーラーでね、やっぱり、そうそうちょっと3カ所ぐらいね、こう、そうやりたいわけ、僕が大好き、それそのやり方大好き、ちょっとね、これそう、もうそれぐらいのバランスが美味しいよね。ね、きゅうりって皮なさすぎても美味しくないし、ありすぎても美味しくないね。皮がないとやっぱり、ちょっとね、うん、こういうことやってる冷やし中華が出てると嬉しい。嬉しい、気が利いてるなと。そっち系の人、あ、何、うん、どっちの、あ、こう斜めに行ってこう行く人もいるし、ちょっとこうやってみていい、うん、いいわね、丁寧に。お姉さんでも本当難しい包丁使ってるよね。片刃、このやっぱり片刃、そうだよね。お姉さん、お姉さんの包丁本当前使わせてもらったけど本当難しいからね。もうこれぐらいでいい？先生、素敵です、完璧です、うん、じゃあトモさん、はい、行こう。これに明太子入れちゃうか。はい、明太子とじゃがらん、じゃがらん入れて。はい、まあ、これもね、あのもったいないなって思う人はね、こうやってね、こうやってね、包丁取っちゃうね。えらい、もったいないお化けが出ない。入れた、はい、で、出た、はい、はい、入れてください。卵白、じゃ大丈夫、え、卵白入れちゃうの。入れちゃう、入れちゃう、てりん、入れちゃうよ。まあ、なになになに、知らない、知らない。少しだけね、味を締めるのにお塩入れたい。お塩、うん、ちょっとでいい。まあ、明太子にね、そう、こんなもん。でもただ明太子、これね、よくあの塩少々って料理番組で要求でしょ。言うね。これね、塩って何が大事かって言うと、パツンとやっぱ味が決まんない。そうだよね、こういうことなの。そうだそうだ、そして、ね、で、もっと言っちゃうと、はい、今日なんで火を使わないのにこだわってるかというと、はい、これね、フリーザーパックでしょ、こういうの。これで冷蔵庫入れとけば、うん、味が馴染むでしょ、うん、そしたらこれそうめんにかけても、お蕎麦にかけても、めちゃめちゃ美味しい。何にかけてもいいんだ。そう、作る時できるんだ。だから、時間がない時とか、はい、もう帰ってきてすぐご飯作んなきゃいけない。そうだ、作り置きしてたり、これあとちょっとお母さん今日忙しいから、これご飯に乗せちゃってねって、うん、もうこれのご飯乗せてね。それいいね。もう完璧。お蕎麦にかけたい。お蕎麦も美味しいし、そうめんも美味しいし、ね、こんなんでいい。万能ね。何にでも使えるね。簡単。はい、これできた、ほら。はい、そうですよ。はい、感じよ。じゃあご飯を持ってください。はい。はい、行きます。盛り付け参りましょう。はい。ご飯は、あのなんでね、あの皆さん今日ちょっとこの2品は、はい、簡単なんで、うちら喋ってるからあれですけど、これ実際多分10分以内に作れる。作れちゃうね。速さですね。はい。すごいスピードでできる、出来上がると思う。これもやっていこう。すごい。お姉さん、あのちょっとクイズ出していい？はい。この間ね、打ち合わせしてたんだけど、歴代僕がここの、あの料理やるようになって、はい、さあ再生回数が一番いいのは何でしょうか。これ意外に2人考えてないでしょ。考えたことない。ごちそうライフ愛がないよね。そう、ちゃんと僕そういうの見てるから結構チェックしてるし。再生回数、作られた料理、そう、はい、はいはい、だからやっぱ初期の方ですよ。その方が再生回数上がるんですよ。だってそうか。そうですよ。最初の頃に作ったので再生回数今1位なんです。チキンの、はいはい、レモンの、はい、なんかやったやつ。ブーゲーゲーゲーもうなんかそれでもみたいな言い方って今もう鼻水出そうだよ、本当にもう。あ、いいかしら。じゃあちょっとトールさんも考えて1個くん。これ半分ずつ、これ半分ずつ。私が思うのは、うん、白崎仁の女体盛り、うんうん、何体盛りっていうのかな。男だし。あ、そう、今日ね、朝やっぱ1本目調子悪いから。調子悪いね。あのトールさんちょっとさ、これお箸、うん、これなんか使わないでもテレビネット。なるほど、目分量でいこうよ。何体盛りですよ。全部出そうだな、怖いな。怖いな。テレテレテレ。ちょっと綺麗に作ってよ、お姉さん。あのお姉さんがすっごい僕を超えてくる時いっぱい多いんですよ。あ、そうだよ、盛り付けがね。すっごい好きな。あのやっぱりね。だけど才能あるよね。めちゃめちゃ下回る時もあるの。で、僕これだけは声を大にして言いたいのは、はい、あのこれを見てるあの視聴者の皆様、はい、あの全部そのね、ホームページとかに出てる写真、はい、あれ全部お姉さんのトールさんの盛り付けですからね。あのイメージが変わってる場合があります。そうだよ、白崎さんが初めて作った時と違うもんだ。シャネールの方が良かったりね。イエーイ。あ、いいじゃない。でもいいじゃん、あの上がりが良ければいいじゃん、うん、そう、ね、これね。わー、すごい、ほら、あ、キレキレ、はい、でね、でね、でも痒くならない。で、ね、真ん中を少しくぼませてさ、はい、ここに卵黄を落としたいんだけど、先に順番で言うと、はい、きゅうりの千切りをこう周りにする。あ、いいですね、はい、うん、きゅうりをさ、千切りをどう盛るか、どう盛るかですよ。これもうお好きに盛ってください。
ちょっとやっぱりこのピンクが見えた方がなんか春らしいね。ねえ、なんかでもご飯があるってことが、これあの収録は今桜が咲いてますんでね。ねえ、そうなんですよ。性格が出ますね、二人でね。ね、出ますね。まあ、ピンクがいいって言ってたら思いっきりピンク隠すもんね。ね、私ご飯も写したかったの。ねえ、いや、なんかなんとなくこのなんていうの、うん、後でこう後で食べる時にまた現れるっていうの。そうなの。チラ見みたいな。それ合ってんのかしら。わかんない。で真ん中に卵黄。卵黄、はい、はい、卵黄ちゃんどうぞ。卵黄ちゃん、はい。卵黄ちゃんをここに私入れます。はい、どうぞ。どうでしょう。はい。さあ、そして、うん、シーソーは？はい。もう半分ずつ好きに好きに、はい、お好きに。違いますね、やっぱり料理って面白いね。これがね、こんなシンプルなものこそこういう盛り付けが変わるね。あと意外に豆苗見てください、しっかりしんなり素敵だね。ちょっとね、ちょっと色合いもなんか深みが出て、うん、これじゃないわよ、これじゃないからね。今カメラさんね、これ豆苗ご覧ください、違うからこれぐらいがもう食べ頃ですね。いいでしょ、全然違う、見えるように、うん、これが面白いよね、料理って。もう盛り付けが面白いし、でだ、はい、もう今日シンプルです、はい、味付け、ごめんなさい、めんつゆ。すごい、もう味付けはめんつゆでも、めんたいで割と もう、ね、出ていると思う、めんたいの、めんつゆかけて、のりかけて終わり。あ、ほらもう美味しそう、あ、美味しそう、かけちゃう、うん、お財布に優しい料理ね。え、一腹で2人前取ってますかね、これ。すごい。海苔は私はちょっとここにいるぐらい。はい。どうでしょう。いいんじゃない。ということでお料理。はい。はい、ストッピー。せーの。い。はい。ということで、のんびり作らせていただいて22分。はい。この後は試食です。本当は10分でできるんだけど、22分でできました。イエーイ。ということで今日はですね、はい、みんなで火を使わないで明太子と山芋の丼を作ってみましたよ、はい、山芋はですね、アミラーゼという消化酵素の働きによってですね、糖質を分解してエネルギー代謝がアップすると言われているわけなんですね、はいはい、さあそしてですね、豆苗と韓国海苔のナムルちゃん、うん、これ作りましたよ。もう簡単、あっという間にできちゃう。見た目もいいでしょ。はい、とってもいいと思います。ということで、はい、いただきます。はい、いただきます。はい、割ってみるよ、卵。はい、マジマジ綺麗。まあ私もちょっとやってみようかしら。ほら、ごと言ってもいい、いかがか。もう超美味しい。美味しい。味付け大丈夫？バッチリ。もう塩と麺、あの麺つゆしか使ってない。全然もうバッチリ。やっぱり明太子のね、旨味と山芋のね、あるから、うん、よかった。さっきパン1個全部食べないで。どう？うまうまうま。ごめん、ありがとう。卵黄がまたね、うん、すんごいアクセント。そう、味をまとめてくれる。うん、そう、味をまとめてくれる。はっきり言っちゃえば冷たいパスタにも合うかもしれない、ちょっと味もね、うんうん、和風パスタとかそうめん、お蕎麦、うどん、全部に使えるから、このレシピ今日ね、丼にしましたけど、うん、さて、これでございます。もうシンプルイズベストで作ったから、豆苗ってね、やっぱ栄養価高いし、ね、そう、あの簡単に作った方がいいじゃない。いただき。体が喜ぶわこれ。じゃあお箸で。ありがとう。味付け最高。最高。美味しいよね。なんで皆さん、あの先ほどのですね、あのレシピ、あれ、あの他の野菜にも使えますんで、まあただ今日はね、ちょっと火を使わないということで豆苗を使いましたけど、はい、はい、ぜひやってみてください。さて、先ほどのお二人とももう一回いいですよ。あ、YouTube、 そう、あのごちそうライフ3、よく見られてるよ。一番再生回、再生回数が一番、1位。先ほどあのスタッフの方からヒントが出ましたけど、うん、はいはい、カです。一文字目カレー。カレーかな。カレー当たり。何やった、やったよね、僕。何カレーだった、何カレーだった。あのあれだ、北海道で自慢の。あ、はいはい、スープカレー。はい、最初期の頃の、初期の頃やったじゃん。初期の頃にやった完全オリジナルだ。完全オリジナルだ。台本倉庫見ないと分かんない。台本倉庫。カで始まるものとカで始まるものを合わせたりカルボナーラ。はい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 、カレーカルボナーラ。あ、なんだ、覚えてない。カルボナーラカレー風味。カレボナーラってやったじゃん。カレボナーラ覚えてない。タイトル覚えてない、はい、ぜひお姉さん帰ったらちょっとそうやって YouTube 見て、うん、あれ名作なんだから。マジで皆さん見てください。カレーとカルボナーラがミックスしたカレボナーラ。なるほど、美味しかった。確かに一番見てるんだって。そう、
ごちそうライフ3、次回もお楽しみに。